すみません。図書館は禁煙です。これをどうぞ。すみません、すみません。こうしないと私出せないんです。暗記っていうんですか、私いろんなものが出せるんです。でもいつも箱に入った状態で出てくるんです。私にもよくわからないんですよ。でも本社の人たちはこれは中国にある武術の暗記に属するものだというので、多分暗記なのかなと。いいえ、高博さん、お昼ご飯は食べてしまいましたか？ですね、私、お弁当を作ってみたんです。食べていただいてもよろしいですか？いえ、そういうわけでは。はい、頑張ります。じゃあ、持ってきますね。私のカバンは…あれ、どこに置いたかしら。ありました。よいしょ。あれ？何か引っかかってる。よいしょ。
し訳ありません。またやってしまうとは。はい、なぜか多いみたいですね、私。とりあえず片付けます。そんな、お怪我をさせてしまった上にそんなことさせてしまったら、お手が汚れますよ。あ、なるほど。ですね。はい。そうですね。そうですね。何をお食べになります？これがお弁当です。本を見ながら一生懸命作りました。食べてください。
はい、ちゃんと綺麗に後片付けすれば注意はされません。こちらで朝食をとる方もいらっしゃいます。はい、これはサバの塩焼きです。こっちがひじきの煮物で、こっちが筑前煮というものです。いかがですか？あ、はい。でも、私もいただいてよろしいものでしょうか？味加減でできたようですね。高弘さん、図書館で大声出しては怒られてしまいますよ。そうですか。ならば、私がいただきますが。ごちそうさまでした。しましたか？もしかしてお食事がお口に合いませんでしたか？私の味覚は人とずれていると言われるのですが、やはりお弁当の味もダメでしたでしょうか。申し訳ありません。もう料理とか作らない方がよろしいでしょうか。本当ですか？でも、高弘さんにそんな料理の実験台のような形で食べていただくなんて。はい、ありがとうございます。それではまた挑戦させていただきます。
お話が変わってしまうのですが、高弘さんがお好きな絵本とかはないのですか？すみません。でも前から気になってまして。子供の時なのに絵本などをお読みにならなかったのですか？でも子供の時はやはり、そうですか。なら私が高弘さんがお好きになれるような絵本を探してみます。はい、私はそのぐらいしかできませんから。もうそんな時間なのですね。お仕事お疲れ様でした。起きてください。高弘さん、高弘さん、起きてください。仕方ありません。すみません、高弘さん。まだ起きられないのですか？すみません、もう一回。高弘さん、ごめんなさい。痛い。痛。でも叩いても起こしてくれと言われましたので。って、あれ？高弘さん、また寝てしまいましたか。ごめんなさい。起きてください。やっとお目覚めですね、高弘さん。すみません、電極で少量の電気を流させていただきました。